あ、めっちゃ盛り上がったところで、ね、はい、盛り上がりましたね。あの、ありがたい限りです。いくつかイベントもね、はい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 、この後あるので、ちょっとご紹介したいんですけど、はい、一番近いのが明日です。明日ですね。3月23日。はい、23日。4時から4時半。はい。はい、こちらが公設市場のですよね。そうです、そうです。あの、医療部。医療部の2階。医療部ですから、あの、ほら、食品のよりは奥なんですよ、皆さん。そうなんですよ。ここなんですよ、ここ。私、あの、着物とかよく。そうそう、呉服屋さんのあるところで、1階はまだ呉服屋さんがいっぱいあるんですけど、はいはい、それの上の部分で、冷やみかち町和館という、いうところがあってですね、そこで、はい、まあ、毎日毎日ほぼ毎日いろんなイベントがある中で、はい、その23日、うん、明日、はい、私の落語会があるということになってますので、はい、ぜひぜひ入場無料となっておりますので、はい、ぜひぜひ来ていただきたいなと思っております、ね、はい、多くの方にいらしていただきたいです、ね、はい、4時から4時半の30分間でございます、はい、こちらなので、ぜひぜひちょっと上行く、そうですね、あ、はい、映り、あ、ここか、ここか、ここ、ここです、これですね、これ、はい、これ、これ、ね、これ、これです、これ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 、ですね、はい、まあ、ちょっと、あ、面白いですね、こういうの、ブルーバックにいるの初めてですけどね、あ、いけない、なんかぶつけちゃったすいませんね、こんなことね、もう好き勝手やらさせていただきますんで、はい、どうぞ、まあ、これが明日あるというのと、で次がですね、それからもうすぐですけど25日になりますけども、これがですね、那覇の松尾にですね、我が町の小劇場という、まあ、小劇場さんがありまして、そこで、毎月毎月月1回、まあ、先月からなんですけども落語会をやらさせていただきまして、はい、今回第2回我が町の落語会という名前でですね、私が落語会をさせていただきます、3月の25日日曜、7時開演でだいたい2時間ぐらい私一人で喋っておりますので、すごいですね、2時間、あ、もう大変ですよ、大変ですよこんなこと言うのもなんですけど、なんて言うんですかね、はい、疲れます。落語で2時間ぶっとしてあんまりなくないですか。まあ、基本的には2つお話をやるんですね、はい、で1つやって休憩入れて、でもう1つという形なんですけれども、あ、はい、まあ、そういう話は、まあ、そういう、まあ、独演会という形では、あ、まあ、ざらにある形ではあるんですけれども、そうなんです、これなんです、ね、これなんですけども、うん、あるんですけども、私は、まあ、東京にいる時はまだ全然前座という一番ペーペーの落語の、まあ、ランクだったんですよ、一番下っ端なんですね、はい、そこからポンとこう、もうやーって言ってやめて帰ってきてるので、はい、こういうことをやったことが、まあ、実は初めてなんですよ、うん、初めての、まあ、2回目になるんですけれども、はいはい、ですんで、なんて言うんですか、自分だけで、しかも自分のネタで、しかも2つで、しかも毎月やるで、新しい話をどん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 やっていかなきゃいけないっていうことの恐ろしさに、はい、第1回目の楽屋裏で気がついてですね、ちょっともう、あ、嫌だっていう風になってきています。面白い、自分で計画されたんですか。そうそうそう、自分で計画して、自分でやって、自分で場所、まあ、場所はちょっと紹介してもらったんですけれども、はい、ここでやるってなって、楽屋に入って、あ、これ大変だな、これ大変だな、どうするのかなっていう風になって一月経ってもうすぐですね、どうするんでしょうっていう感じですけども、まあまあ、でも、どうするんでしょうは自分の中だけでございます、はい、もうどうにかしますんで、はい、ぜひぜひ来て楽しんでいただきたいなと思っております。まあ、ちょっと人情話っぽいこともやりますので、いいですね、一つは1回目、1席目はちょっと小さめの笑いの大きい話で、はい、で2席目はちょっとドンというどっしりとしたものをやる予定でございますので、ぜひぜひ来ていただきたいなと。これは1000円でございます。入場料1000円でございまして、はい、駐車場がないので、近くに駐車場とかあるコインパーキングがあるので探していただきたいなと思うのと、はい、まあ、詳しいところは私のブログにでも載っけておきたいなと思いますの で、はい、来てみていただけると、北山亭面相れっていうと、まあ、パンと出てきますんで、よろしくお願いいたしますと、はい、ああいうところでございましょうか。そうなんです、北山亭面相れさんって、はい、はい、山城慎吾さんという名前でですね、はい、ウィキペディアで出ますよ。すごくない？山城慎吾で出ます？出ます、びっくりしました。私本名で出ます。超有名人じゃないですか。それはもう本白馬道士の方じゃないんですか、出てくるのは。いや違います、違います。私が出てくるんですか。北山亭面相れさん、立川面相れとかも書いて、はい、はい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 、ありました。ああ、そうですか、すごい。ウィキペディアは、まあ、あれはね、誰でも勝手に書けないから。いやいや、そんなこと自分では書いてないですけど、本当ですよ、すごいです、自分では書いてませんもうね、ありがとうございます、ね、ずっと話して出していただいて、私が持ってましょうか、大丈夫うちのちらのイベント情報でも載せておきますので、ぜひ
ぜひぜひご覧くださいませ。いろいろ謙遜されてましたが、すごい面白いと思います。ぜひ行かれてみてください、ね、面白いと思いますんで、ぜひぜひご覧くださいませ。はい、ではあとは、ちょっと月またぎますけれども、4月に、4月の5日でございますけれども、はい、テンブス那覇さんのところで、芸能木曜百花繚乱というような木曜日に、いろんなイベントがあるんですよ、あちらは、はい、でその中では5日に私がさせていただくということになってまして、はいはい、時間は確か7時からだったとは思うんですけれども、はい、詳しいことは忘れてしまいましたので、これもまたブログに、はい、お知らせいたしますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、というところでございましょうか。詳しく分かりました、うちなちらのイベント情報にも載せていただきますね。もちろんでございます。よろしくお願いいたします、はい、ということで、まあ、こういうことをやってるんですよ。結構ね、結構じゃなくて大変失礼いたしました。結構 まだまだ割とやってる方だなっていう感じですよ、ね、本当に、うん、落語って多分少ないので、はい、もう今からあこんな人がいるのねっていうことが分かったら、うん、うちにも来てくださいってこう結構引っ張りだこになると思う。なると嬉しいですよ ね、うん、やっぱりまだまだ知らない方もいらっしゃると思うので。あもう全然知らない方の方がもちろん多いですよ、ね、知名度は全然ないですから。はい、まあ、これからの活躍をご期待したいですね。頑張ります。フェイスブックもされてるし、あフェイスブックもそうアカウントだけ取ってるって感じですかね。はい、ツイッターもアカウントだけ取ってるって感じですかね。そうそう、いろいろ出てきますですよ。もう、いろいろやってるんですけど、難しいというか、合わないんですよね。やっぱりでも、落語さ出てる方ですから、はい、このどっちかっていうとね、そう喋るのがいいんですよ。こういうのが、パソコン系とかよりは、そう。喋るとこのユーストリーム的なものの方が性には合ってるんですよね。残字で残っちゃうと嫌なんですけど、ただ喋るだけだったら、なんか適当に言っとけばいいので。でもこれもずっと残りますね。あ、そうか、残るのか。残りますね。同じですね。あ、そうか。とそういう意味で言うと、書いた方がこう消したりとかできるから。あ、そうか。頑張ります。気楽に行きましょう。気楽に行きましょう。はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、もう楽しさいっぱいなので、うん、もう皆さんね、ぜひぜひ来ていただいて、ぜひ来てよろしくお願いします。こんなことだけで食っていくのは大変なんで、よろしくお願いいたします、で司会とかもなさったりするんですよ。一応やらさせていただいておりますけれども、まだちょっと勉強が足らないかなと思うので、ずっと勉強しているところですけどもね、はい、はい、うん、でもなんか、あまあね、あラジオとかもやってらっしゃる。あラジオの方もやらさせていただいてます。どこですか、ラジオ沖縄さんの。あ本当ですか。日曜の。えすごくないですか、ラジオ沖縄さんね。いや、まあ、それもぜひ。あ本当ですか、はい、この感じですね、はい、ですねラジオ沖縄さんで、毎週日曜の日曜のお昼1時から、はい、フィル・マチュア・ソレイユという名前のちょっと変わった番組名なんですけども、そこで、落語の方をやる、落語もやったりとか、いろんなことをやらさせていただいておりますので、はい、これは何十分ぐらい。これは2時間半ですね。長い。女子アナと2人でずっと掛け合いでやってるっていう感じですね。すごい。いやいやいや、大きい番組じゃないですか。いやー、なんか何なんでしょうね、ありがたい限りですよ、ね、こんな ね全然こうキャリアも全然ペーペーの私がやらさせていただいてる、ありがたい限りでございますけれども、やっぱりそこにも希少価値観が伺います、ね、まあそうですね、悪目立ちしたんでしょうねなんか変なことやってるやつがいるぞっていう、チャンスですよ、チャンス、ね、そう、チャンスですよ、これどうにかして、まあ、今回 これもチャンスでございますので、はい、もうぜひこちらもぜひよろしくお願いいたします、まあ、本当にもう、ね、お互いに、なんていうんですか、うちのこのうちのあちらも、はい、駆け出しなんで、あお互いに知名度を頑張っていきましょう、しよろしくお願いをいたします。いやいやいや、でもすごいですよね、このブルーバックでもいろんなことができそうですよね、これ、うん、こうやるのって。そうなんです、なんかもうここに次回いらっしゃるときは座布団も置いときますよ。あ、本当ですか。ここの上に乗っていただいて。いや、やっていいんですか。やっていいんだったら私本当にやりますよ。ぜひお願いします。何だったら座布団今日持ってきたんです。今日この後お仕事があったんです。仕事があったもんですから、座布団は私マイ座布団持ってきてるんで。じゃあちょっと後半やっていただければよかったですね、はい、いやー本当です ね失敗しちゃったな。でも次回またゆっくりね、はい、お時間を、そうですね、3時間ぐらい取っていただいて、はい、やっていただきたい。3時間はちょっとしんどい。3時間は途中でも
ご飯とか食べながら3時間ぐらいやっていただいて、もうそれでも全然いい、でもよろしくやらさせていただきますんで、まあなんかいろんな面白いことをさせていただきたいなと思いますけども、なんかでも本当面白いな。いや普段でも泣き陣にいらっしゃるんですよね、はい、そうです、泣き陣ちょっと遠いですよね。痛い、そんなことないですよ、ほんの1時間半か2時間ですからいや実はあの山城さんにお会いしたのは今日2回目なんですよ、はい、山城さん、はい、じゃあ北山亭さんに山城さんです。一番最初にお会いしたのが、はい、泣き陣上司で、そうでしたね、そうなんです、そこにいらしたんですよね、うん、遊びに行ってたんです私、で落語やってらっしゃる方なのよっていうのを伺って、うん、その時ちょっと大変失礼なんですけども全然分からなくて、ああでももうぜひじゃ あ, そうですよ、ね、あの来てくださいってことで、ぶっちゃけ今2回目ですしね、お話するのをお願いしたんですけど、いえいえありがとうございます。これもでもね、うん、すごい縁だと思うんですよね。そうです よ, そうですよ、だってぜひぜひあの時間にあの場所に私が行くことっていうのはですね、うんうん、何十万年分の1ですよ本当に。でも確かに県民が行くようなとこで、ね、ゴロゴロしてるようなとこじゃないですから、あそこはそうそうそう県外の観光客の方がいっぱいいるようなところですから、ねね、でそこにも私も別に毎日いるわけじゃないですしねなんとなくちょっと遊びに行ったら偶然ですから、うん、縁っていうの不思議なもんですよ ね, ね、うん、でそれからトン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 とこういう風な形になって、 それでお電話したら、うん、まあ、ちょうど16、ね、今日は奈良にいらっしゃるってことだったので、ぜひじゃあ、ね、あのこの時間この時間ちょっともうということでいいですよということで、ちょっと早めに来ればいいだけですから ね, ね、もう本当によかったこれもタイミングですよね、これもちょっと例えば逃してたら、うん、もう、ね、ちょっと1週間とかそうですね、ちょっとずれちゃったりだとかすると、ね、私も宣伝ができなかったりとか、ねちょうどタイミングバッチリですから、タイミングですよね、ありがたい限りでございますもう本当1日前で間に合うっていう、はい、そうです、まあ、これ、本当お願いします、はい、あのおフリーですからもうただですんで本当にぜひぜひよろしくお願いいたしますね、ここで来てくれないと私次呼ばれないんで、もちろんですけども、ぜひよろしくお願いいたしますねここって何十名ぐらいあるんですか、ね、ここはですね、は私も何回かちょっとお客さんで、はい、無料だったのと、あと下が呉服屋さんで私行きつけの呉服屋さんがあるもんですから、はい、行ってなんか上でやってるらしいよ言われて、うん、行ってみたら見たことあるんですけれども、はい、何人かぐらいはよく分かりません、た40かな、あそう、じゃあやっぱり早く行かないと、50かな、皆さんですよ、早く行ってみてくださいな。この時間ってこの前後も何かやってらっしゃったり、この前後はやってないっぽいですよね、じゃあ一応まあ、はい、その前の人が残ってて入れないとかいうことそういうことはないと思います、はい、だからちょっと早めに行った分には全然入れると思います、はい、思うだけです、私もちょっと無責任なことは言えませんけども、そうです、でもまあ大丈夫だと思いますよ、当日の状況は分かんないですけど、そうです、どうせそれは早めに私入ってますから、はいはい、早く来てなんかお客さんが来てるけど暇そうだなと思ったら多分私もそのまま出てってですね、あすごい、なんかペチャペチャおしゃべりしてると思いますので、すごいですね、そうです、これが気楽でいいんですよ落語って、そうですよね、うん、一人でもって、ね、誰かにちょっと今から出なきゃいけないから一緒に出てっていうふうなことが全然必要ないので、うん、一人で行って気が向いたら座布団敷いて喋ればそれで始まっちゃいますんで、なるほど、うん、はい、気楽でいいですよ、やる方は、ね、見る方は恥ずかしいでしょうけどね、はい、人お客さん一人で自分だけ一人で行ったらやりたいね、私は気楽にペチャクチャペチャクチャ喋りますけど見てる方は早く誰か来ないでしょっていう風になると思いますけどね、まあそんなことはしたことじゃないんでお客さんが一人でもいたらもう始めなきゃっていう風になるかもしれません、です、ぜひぜひ4時からスタートしますんで、はい、4時半ぐらいから多分開場してるんじゃないかと思います、はい、はい、4時半に3時半、あ、すいません、3時半ですね、4時半終わっちゃいますからね、本当だ、そうですね、3時半ぐらいには3時半からです、3時半ぐらいからは開場していると思います、あとは、ね、これもお願いします、はい、これも載せますんで、3月25日の落語会、そして4月5日の、はい、4月5日のテンプスですね、はい、はい、ということでよろしくお願いします、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ今日は北山亭メンソーレさんでした、ありがとうございました、どうもありがとうございました。